君が今抱えてる悲しみをどこかの誰かに渡せるとして、でも相手を選ぶことはできない。さあ君はどうする、どうするの。名前も顔も知らない、人のことは気にしない、そんな風に僕は思っていたよ。なんだかちょっぴり悲しいな。だからこそ僕の悲しみは誰かのために、くだらない笑い話として取っておこう。それを聞いた誰かが悲しみをほんの少し忘れられたなら、それでいいからさ。抱えてる悲しみはもうやりきれぬほどに膨らんで、ふと手放したくなることもある。さあ君はどうする、どうするの。名前も顔も知らない、人が君と似たように強がって涙こらえ影を重ねてた。だからこそ君の悲しみは誰かのために、寄り添えるための話として取っておこう。それを聞いた誰かが微笑みをほんの少し思い出せたなら、もう一人じゃない。悲しみをどこかの誰かに優しさとして分かち合うことができたとしたら、さあ君はどうする、どうするの。だからこそ君の悲しみは自分のために諦め